どういったことを？どういった、どういったことですかね、なんか声っていうのはそんなにまだ、この曲が今までの中で一番難しいことは分かってて、ただまだそんなに回数も練習回数も重ねてないのでよく分かってないというのは多いんですけど、まあ、おそらく最後の方はスタミナ勝負になってくると思うので、そのテーマのところをこの辺から最後のあたりまで変えました。やりたい。すごい考えてそこに入れてます。とマジュさんの話を聞いて真ん中に真ん中ぶった切るイメージで、もうちょっと突っ込むことってできます。手大きい。多分自分の構えがここの角度がこうなってて楽器がこうな、はい、特こういう感じにいってるって、ちょっと遠いっていうか、ちょっと。今こう入れてますよね、はい、ちょっと手のひらに寝かせられます。それで突っ込んで、あ、なんかきつい、僕は大丈夫。それか逆にこっち、こっち、そう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 、それでちょっと、動きやすくなったな、うん、さっき、うんうん、何か右腕の何かが、そしたらね、そのもっとその角をまたげますか、ガバッと左足を、そう、はい、それで口元まで運んでみて、体の向きが変わってもいいってこと、うん、結果的にちょっと
あの左向きになるイメージでやってたんですけど、結果的に、ま、左向きを、はい、下から今やったんです。こっからじゃなくて、ね、ああ足ただよいしょちょっとこの辺を来始めてます。右の、はい、うんうん、オッケー。多分ねそれでいいやつ。え、そう、うん、ね、じゃあ楽器のここ握ってもらえますか、右手、はい、それでちょっと口元まで運んでください。でいい感じにピタッとくっつけたら、ハイベイあたりを伸ばしてもらっていいですか。関係性をできるだけ維持して、あ、はい、まあ、もう一回吹いて、それ、握ってください。普通に握って、そう、そう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 、右手、右手、しっかり右手で、右手を、そう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 、リアルフミヤが現れてきてますね。フミヤ倒したらね、はい、そうです、藤井フミヤですか。なるほど、しょうがない、しょうがない。昨日の打ち上げ会場が変な、古いバーだったんですよ。で、なんか古いスタイルのカラオケがあって、なんか藤井フミヤの MV とかなんかアナザーオリオンとか6歳ぐらいの時です。そう、ここで調子がいいと、ここで、そうですね、そう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 、そう、めっちゃかっこいいです。あのチェッカーズだからじゃなくて、ね、チェッカーズって知ってます、名前は。織田信長ぐらいの感じですそう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 、そうです。ストップができるかやってもいいですか。もちろん。
赤です。赤か。うん、明るい目の赤ですね。色が、うん、気のせず。美味しそうな色。綺麗な色でした、ね。ベルはラッカーかかってる。そうなんですよ。ちょっと前の持ち主がカープをかけたのか。中古で。実際の手順としては、手順、うん、ここ、はい、あの、ね、ここで持ったときに、持ち上げの妥協がなくなったんですよ。だからここがハマってるの。それで音が良くなってる、はい、持ち上げの妥協の原因はその右手の入れ方とか、しかそのベル、まあ右手でのベルの支え方が関連してるんだと思うんですね。ちょっと不安ではありました、うんうん、持ち上げの妥協からハンブシャーとマウスピースの関係がちょっとこうちょっと損させられてたから、そういう言い方にしとけば妥協する気を失うでしょう。すごい損な気します。持ち上げの妥協によってマウスピースとハンブシャーの関係に損した。妥協するかするもんかって気持ちになります。ならないか。もうちょっと持ち上げを妥協せず、もっと荒っぽい言い方したら、楽器をちゃんと持ち上げてないせいでアムシャがおかしくなってるよ。もちろんおかしくなってないですけど、そのあのこう教え方にこだわりが薄い人の言い方はそんな感じ。当分は面倒ですけど、これから入ることをお勧めしますね。まず口につける、口にしっかり握って左手に握って、口に当てて、そう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 、その関係です。マウスピースと口のね、はい、で右手はということです。じゃあそのままゆっくり下ろしますね。ゆっくり下げて、はい、戻しで、さっきより遠くまで下ろしてはい、持ってきて、だんだん慣れてきましたね。もうやるたんびに股関節か体が前に行くといういいことが起きてるんですけど、あ、ちょっと落っこちてきたね、楽器がね、楽器がじゃあもう一回、右手で握って、ちょっと慣れてこう動きました。あ、握って、そういう、そうです。ドラえもん握り。そう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 。そう。はい、右手。そういうことです。かっこいいよ。千葉かおるさんみたいな。うん、そうね。本当だ。本当だ、本当だ。前、ペイチっておっしゃってましたよね、千葉先生が。確か。うん、そう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 、あ、いいですね。それで5番のソロとか振ったらかっこいいよ。何ですか、パッてパッパッパーラパパパパーン。本当に吹いてくれると思う。ちょっとくちゃくちゃしてわかんないです。7番のレベルとか、それでちょっと音出しをして、あ、ちゃんとあのね添えてますね、握る、もうちょっと上しっかり握って、こう、そう、うん、そうです、そうです、そういうことですね。
ちょっとこれが苦手なんですよ。うん。なんか今どっかに妥協してましたからね。なんか、じゃあこれやっといたので右手僕を代わりやります。同じソロ吹いてます。右手、はい、こうこうで口に当てて、こうにこうできます。両手で、ちょっと場所が悪くて、場所が三番顔外すとかちょっと指が指が分厚いな。それでそういいですね。出てきて。その感じで、その感じで、1個前とちょっと感触も変わりました。はい、うん、前自分のが手が浅いかもしれないです。うん、ここの感じが吹いてる感じとか、うん、ちょっと大変になっちゃいました。うん、はい、結果として起きてる、そのここの損の一つがやっぱりマウスピースがまだね離れてるんですよ。はい、うん、じゃあ暴力暴力メソッドここで発動暴力メソッドの名付け方よくない、はい、なー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 なな、Dに上がる下り、はい、どこですか。今こう来て、あ、こっから行きましょう。あ、はい、声の時からもうすでに足りないですね。そうですね、はい、最初からなんだよ。ああ、こっから言いましょう。最初、はい、そういうふうになるように構える腕を使うということですね。はい、